ようそろう光の冒険船船長の拓也だ。ケイソロー、ああ余計なとこまで剃っちゃって後悔、後悔しの和也です。おー素晴らしい。もうそろー次期船長の大島です。あ、妄想してんの、もうそろそろってこと、ふざけんな。思ったよりみんなうまいからあれか。いや、それで行こうとしてたんですよ。嘘そのあるそのパターン。そうなんです。ああもうそろもうそろそろ制服返しに来なよ、店長のワジです。あ、バイト先でそう、バイトで飛んだやつに、飛んだやつにそろそろあるけど、あるけど。さあ、ということで、はい、今日はですね、光の冒険船、レベル2っていうんですか、まあ、うん、そうだね、まあ、船のレベル 2、はい、船のレベル2、はい、キーリリス行きたいと思います。はい、キーリリス、キーリリス、火のリリス、だからリリスじゃないってことですよね、はい、リリスの火、火リリス、火リリス、リリスではないってことですよね。いや、リリスの火、火リリス、でもいいわ、もうもういいだろ、別に。不毛アンリリスってことです、ね、不毛アンリリス、あー、そんな死じゃない、そんな、そうだね、不毛な不毛だったな、今の、はい、いきますよ、はい、これもサクッとやってボス出してちょこっと倒して、はい、もうすぐレベル3いきたいんですから、ね、サクサクと行きましょう、はい、行きましょう、レベル2、うん、キーリリス、ストライクショット、ショット、ショット、さあ、行きましょう、行きましょう、はい、魔法人重力、ね、これね、ああそうだ、これね、うん、覚えてないのよ、ちょっと名前が強いジャスミン、これは劇中にかなっけ、いや、なんだ、違う違う、友情モデル、あのキューブのだけ、パラドックスと友情モデルよ。じゃあもうこれだけ出して何ページ、だから一番いいのは間に置いて、うん、ループヒット、うん、そうか、あ、なるほどね、うん、私、はい、まあ、プニを倒して OK よ、 OK、 OK、 そっか、そうね、強いね、あれだ、あ、そうだ、このあれだ、プニと連動してんだ、そうか、キラー入ってる、うん、よし、それでプニで、なるほどなるほど、プニでダメージ出せばいいんだ、プニを切っていけばダメージ、幻獣キラーの重力魔法陣っていないんですね、いないのかな、めちゃめちゃ強いじゃないですか、確かに臨水的なことですよね、確かに確かに、あれだ、ここで、そうだね、ここはでも割とね簡単な方だと思う、そうっすよね、キーリリス、かわいい、全然運2運3とかでいけちゃう、運4でもいける、運4でもいける、キリリ、運4、ドクロが何でしたっけ、もうサクッと行き過ぎても覚えてないんだよ、ナイスナイスナイス、でもこれも運極にねできるから、そうですね、いずれはやっぱ運極にしたいね、やった方がいいよね、どうせだったら迷うところ、うん、するかしないか迷うところしようよ、するよ、いや全然ダメだ、全部するよ頑張って、いやすげえ、本当にそのモチベなんですか、いやするよ、当たり前じゃん、するよ、だって今だからレベル3のをやっちゃってるもん、トレノバ、はいはい、だからそのボスさえ手に入りゃいいやじゃなくてですよ、そのボス運極にすりゃいいや、意外とね、今3を全部作ってる、すげえ、だって、3期間限定だよこれ、ね、いいね、そう、これでプニで落とし、ん、これもう一緒、ドクロは結局何やったんですよ、ドクロって何してきてました、ドクロはドク…違う、ドクじゃない、ドクロはあれまだ分かんないままだから、なんか、はい、プニ出すのはあれだよね、ゾンビだよね、こういうのあれでしょ、ペンペンさんに怒られるやつ、そう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 何も考えずにやってるでしょ、理解せずにやってる、大島さんのせいってことでいいですか、この辺は何も考えずにいけるもんな、ねえ、まあそうっすよね、うん、いけちゃう、いけちゃう、うわ、これいっぱい倒したいな、
これ性質はまだいいか。あ、これランダか。ランダか。上のそのポイント残しといてほしい。これを残す。あ、ループヒットするかってことですね。ループヒットっていうか、俺ポンポンポンって3回ぐらい投げるんですよ。じゃあ下下からこうやって上回、そんな速くないから、よいしょ。あー、止まるか。リンドウさん、なるほどなるほど。あんま殴れないかな。どうだろう。俺はでもこれ俺とハーレーで何回もトントントンっていきそうだ。どう、行きましょう。結構出ると思う。いい、こんな感じなんだ。なるほどね。離れちゃった。じゃあ俺は逆にこうたくさんの、うん、これじゃあ2体いける、いけるやん、あわちゃん。これ2体カンカンカンって。2体でいいの。でも何回も通るってことですね。1ダメとかあるんだけど。あ、強いわ。強いわ。あ、打ち方良くなかったか。さすが攻撃力バカ高だ、うん、いや、バカ高みたいに言ったな、若隆。あやたかみたいに。いやいや、いや若隆みたい。あやたかが若隆みたいにつけたんだ。違うよ。あ、そうか。違う、そんなに。意外とでも、相撲好きなんですね、大島さん。言ってないけど、剣取ろう。あとは、ナイス。ナイス。完全だな、サクサク。よし、来た、ボスだ、21ターン。21ターン。リリス、かわいいよな。水か、本当は水ですよね、リリスは、はい、赤が似合いますね、リリス。あのゾンビやりたいな。友情は、お、すごい打ち方だ。あ、いいダメージ。わわわわ、いいな。うん、超結果オーライ。そう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 、超結果オーライはディスられてる。おお、出たね。お、出るね。こういうことなんですよ。毒でいかない。あ、これボスにキラー入ってんのか。あ、じゃあキラーじゃないよね。弱点キラー。弱点キラー。うわー、やだわ。弱点キラーなんじゃない。ないじゃん、はい、何にもなかった。何が普通に攻撃力が高かった。攻撃力の高さで対戦処理だわ。あとパワーフィールド。あ、そうか、うん、メルラと、メルラといいよ。メルラとでも源泉がね、そうそう、引き立て、引き立てなんだよ。源泉も怒った。引き立てはほやほやなんだよ。引き立てなのに、その使いたがるの良くないですよ。いやいやいや、それは絶対いいでしょ。だってね、育ててからやる。そうだよ、俺らのもう源泉終わってんだから。やるなと。本当ですか。終わってるよ。それは相当秘密しちゃってるからでしょ。あと絶対終わってないし。いや、終わってるよ。本当に終わってるよ。へ、これどうしようかな。使っちゃおうかな。使っちゃおうか、はい、一定時間アップです。はい、これ3人に触るにはこうだな。当ててくださいね。はい、ちょっとこんぐらいの角度。上に当たるのか。これどんぐらいの角度でいけばスピードアップするんですか。いいよ。おー、うまい。おー、さすが仕事した。あ、ナイス。遅延、遅延なの。これはあやど遅延、あやど遅延みたい。ジャッキー遅延。ジャッキー遅延みたい。ジャッキー遅延みたい。うまいな。ジャッキーちゃん。いや、ジャッキーちゃん。ジャッキーちゃん。テキサス遅延戦。テキサス。あ、なんでこれ。テキサス。ジャッキーちゃんの後じゃないな。いった。あ、うわ、うーん、惜しい。ここで決める。もうこれ全然。横勘でいけるの。横勘でいいか。うん、早っ。ハート、ハート。甲子園、甲子園みたいな。オルトチェンバレン、オルトチェンバレンみたいな NBA の選手です。チェンムーン、チェンムーンみたいな。難しい、むずくなってきてるわ。ナイス。あー、惜しい。惜しい、惜しい、惜しい、言ってるじゃん。弱点取れば余裕で両方切れる。支援タッキーです。あ、やってみる。ケンタッキー、ジャッキー、いや、ジャッキーもうないんじゃない。
ただ弱点、ただ攻撃力、遅延タクティック、ケンタッキー、そんな出ないんかい。ああ、ダメだった。洗濯機みたいな。いや、むずいな、ケンタッキーと洗濯機は一緒なんだよな。OK、うん、カーネル、チェンダース、うん、カーネル、チェンバースみたいな。サンダース。しっかりしてください。ツッコミはしっかりしてくれよ。知識量だよ。カーネル3かかってないだろ、もう。上で、で、下も、あ、これ、ランダ出ない、あ、ランダプギに打ってもランダ出ないんすかね。出そうじゃない。あ、待って、勝ちあり。あれ、カズヤさん、S 出たんですか。打ったよ。だからみんな早いじゃん。みんなこれ異様に早いじゃん。え、あ、そうか、異様に早いね、確かに。いや、これ、強いね。死んだっていいっすね、うん、普通にハーレム強えな。よっしゃ、終わった。ボス出ないから、ボス。さあ、これで終わり。イエーイ、でしょ。イエーイ、イエーイ、イエーイ、イエーイ。まあ、ここは軽くね、はい、どんどん行きましょう。どんどん行きましょう、はい、行きましょう。さあ、行きます。せい、はい、ほいに。さあ、アスタルトだと。アスタロトです。アスタロト、アスタルトで、アスタロトね。アス、お菓子に引っ張られてるわ。アスタロト、タロト、うん、タロですね。ちょっと正式な名前コメントでお願いします。アスタロトです。あのイントネーションは、はい、アズカバンとしてですね。あ、ハリーポッター囚人、囚人の方。はい、これはどういうシステムだっけ。クロスドクロを倒したら弱点が出てきましたね、今。これ仲間に触れると激支援化します。なるほど、なるほど。挟まるのはやめよう。2体に触れたら貫通になると。1体で話します。いいね、いいね、いいね、いいね。おお、強い、素晴らしい。ケミタおい、1、2が、2が大変そうだな、これ。これは多分2回切れば超ダメよの弱点キラーって強いんで、ね、強いっすよ、うん、わ、鬼が絶対しないのか。まあ、でも鬼処理、鬼処理、鬼処理さん。ナイス。鬼処理さん、鬼処理、鬼処理サーカス、鬼処理サーカスみたいな。ボルジョイです、ボル。いや、その全部正式名称があやふやって。ボルなの。あのワンちゃんがいっぱい出てくる。これど、これ挟まってるか。こうやっていって貫通になるよ。貫通が下にレクイエムで反射になって、レクイエムで貫通になる。貫通になるよ。挟まる。いいか、これで、はい、で、あー、挟まる。おい、おい、完璧だ。たまたま、偶然、偶然も偶然だな。たまたまちゃん、それが玉島ちゃんじゃん。挟まろうかな。挟まってダメージ出します。挟まる、玉島レボリューション。玉島レボリューションみたいな。いやいや、ほら、玉島レボリューションみたいな。難しい。玉島レボリューション、ダメージ見ていただいて。あ、ほら、触んないから俺を。 2ターン分のダメージが出ました。あ、なんで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 失神してんだろう。ああ、自分がしても、あれ今企画、いやー、不審チャレンジでしたっけ。鬼もやってやろうと思ったのに。あ、たくやさん。いや、違ういいですよ、失神は。いや、もうやだ、俺やりたくない。ふざけでもやりたくない。目痛くなる。コンタクトする。ナイス、ミニショリちゃん。おー、SS がだいぶ短尺されたな。短尺って。魂レボリューションってあるんとでしたっけ。スーパーフライ。あ、スーパーフライ。いや、スーパーフライ。いや、言ってましたよ。ジャスミン、強ジャス、強ジャス。あ、これいいね。反射になって中でカン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 出ないな。上に挟まりたいのか。なるほどね。近づいてくるのか、もしかしたら。弱点防御力ダウンしてから。あ、そかそかそか、下のやつ倒さないと。まあ、してますよ。もうしてるよ。もうしてんの。あの、ドクロのやつだ。一回クロス。うわー、いけ
今、大塚さん、すごいこと言ってませんでした。何がクロスと普通のドクロって違うんですか。違うよ。クロスは全部倒さないといけないじゃん。クロスはその全部というか発動しないよね。なんでそれ今まで黙ってたんだ。いやいやいや、嘘だろ。知らずに。クロスドクロってクロスドクロついたやつ全部倒さないと発動しないよ。何だったんですか、違いは。よく言った名称の違いだと思ってました。ドクロは一体ってことなんですか。じゃあドクロ倒したのに何も起きねえなって時があったってことは。あれなんで今、まあ、それだと同時に倒さなきゃいけないやつかっていう。あ、それドクロを見て判断できたんです。ドクロを見て判断してるんです。それよく。なんで教えてくれないの。いや逆によ、逆によく生きてこれたんですよ。よく生きてる。マジ。これもう3体いける。3体処理すると、はい、これクロスです。普通だな、騙された気分だな。なんでだよ。これあ、これジャキ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 反射になります。あ、そう、反射になるのか。重なってんのか。ここでカンってなんないかな。わ、結構隙間広そう。いけるかな。じゃあ縦目に打つな。縦目に打つな。あ、やっぱ広いか。あ、ダメだ。あ、下行った。貫通になった方がいいんだ。あ、ブロックないのか。ブロックないんだわ。外せるのかな。外せはする。まあ、でもこれはちょっと鬼とかを倒しながら。はい。鬼？鬼は倒せた。うまい。オッケー。イメージ出ましたね。降りろ。倒し。なんかキラー。あ、魔封じが乗ってんのかな多分。ゆうこは。え？それ何？名取ゆうこさんのことですか。あとゆうこさんのこと言わないです。言わないです。あとゆうこさんの方ですか。違います。誰のことですか。これ誰。あとゆうこ待って、元なんだっけこれ。まとゆうこ。あ、またまとゆうこね、はい、これ飛ばしてほしい。いくよ。ナイス。700万。すげえな、地点で。ただ下がピヨってる。下ピヨってんのめんどくさいな。まあ、助けに来てください。攻撃でなんとかなんないかな。はい、なんだなんだなんだ。うわ、これ挟まれます。挟まれるよ。上から挟まれるじゃん。今貫通でしょ。今貫通ですよ。うわ、無理っぽいな。無理っぽい。挟まんなくても倒しちゃうみたいだね。こんな格好つけてる。え、これはドローン。下ドローン。下ドローン行けた。え、横どうですか。左。左ドローン。左行ってみる。行きますか。左乗ってます。うわー、ドローンだわ。左ドローン行った。あ、ただ起こしてくんなやっぱ。次どう。次どう。次どう。起きんじゃん。自分で起きないと大人なんだから。起きろ。起きろ。起きろ。いや、届けみたいな。これシンプルにこういきますね。はい。ナイス。うわ、跳ね跳ね方。わ、これ終わる？あ、でも弱点。終わる終わる。え？もう弱点じゃねえよ。防御力ダウンしてないし。してない。してなくても？してなくてもいつ価値あると思います。本当っすか？強すぎんな。さよなら。ただ雑魚処理して終わり。右下だけ。だから防御ダウンした方が良かったんだ。僕はむちゃくちゃ言ってる。はい、風子入れる。お疲れさん。あといからの。セイスアウトなのがいいね。嘘、入んの。はまるんだったら。セイスアウトなの。嘘でしょ。はまってみようか。どうやったらどこに？え、リュウコに当たるんですか。はい、薄く？むずいなぁ。9、8、7、うわぁ、弱点に行った。うわ、行ったけど。うわ、でも打ちたかったな。どうせなら後で、ね、SS に出るぞ。これランダーですよね。あ、じゃあじゃあもう真ん中。はい、行きますよ、うん、あの鬼切った方がいいよね。
え、鬼あ、じゃあ最初の敵に、え打っていいんですか。これもひっつくの、あ、ひっつくんだ、あ、強っ、強っ、ここから、ここからいいんだよな、最後戦技喪失、オッケー、ありがとう。さあ、さあ出るか、なんだっけな、水のギリッシュみたいな、ブリトーリリッシュみたいな、そのリリッシュシュみたいな、リリッシュ、いや、花とアリスか、映画みたいに、それ名前、来い。さあ来るか、2、サンドロ来い、サンドロこの後かな、来い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 、船来い、僕の船、僕のクマみたいに水平リーゼ、来ない、来ない。さあということで、じゃあまだね、はい、回りましょう、この、うん、なんだ、ま、ん、魔境なのか、ま、魔窟、魔窟の海域、はい、これのあと2体いますから、はい、そうっすね、それやりながらボス出しましょう、はい、はい、ということで高評価コメントチャンネル登録もよろしくお願いします。今日も見てくれてありがとうございます。また明日も見てね、バイバイ、バイバイ。